全国の老人クラブでは、老人週間に伴い、9月20日を社会奉仕の日と定めて、各地でボランティア活動を行っています。今日は国東市老人クラブ連合会の会員およそ50人が、地元の久野浦キャンプ海水浴場で清掃活動に取り組みました。参加者は砂浜やトイレ、更衣室の周辺でゴミを拾っていきました。汚れてないかなって思ったんですけど、拾って今見るとすごく綺麗になって気持ちがいいです。1時間の清掃活動の結果、台風の影響で流れ着いた木くずや空き缶、プラスチックの破片など30袋分のゴミを回収しました。